プロボクシングの大橋ジムは1日、WBO アジアパシフィック日本フェザー級王者の松本圭介大橋、が WBO アジアパシフィック王座を返上したことを発表した。日本王座は、そのまま保持して来年2月のチャンピオンカーニバルで防衛戦を行う予定。松本は2020年8月のプロデビューから勝ち続け、今年4月に日本フェザー級王座を獲得。同8月にはリドワンオイコラ 平中 BS、お3対0の判定で破り、WBO アジアパシフィックフェザー級王座も獲得し、地域タイトル二冠王者となっていた。24歳の松本の戦績は9戦全勝、7KO。